今回は畑で採れたブロッコリーと小松菜を使ってカニ肉と卵白を絡めてかけた料理を紹介します。カニの赤と卵白の白に野菜の緑がバランスよく見た目も綺麗です。アスパラガスやチンゲン菜などその季節に合った野菜を使うのがいいでしょう。それでは作っていきます。まずはブロッコリーを収穫します。野菜作りはこの収穫の瞬間が嬉しいですね。撮影しながらなのでちょっと手間取っています。ちょうどいい大きさのブロッコリーが取れました。次に小松菜を収穫します。うちの店では簡単な野菜は畑で作っています。基本無農薬なので虫食いがすごいですが美味しいですよ。結構失敗して育たないこともあります。収穫したブロッコリーを切り分けます。ちょうどいい大きさに切り、芯の部分は皮を剥きます。小松菜も芯の部分を切り、5センチくらいに切り分けます。葉の部分はざく切りにしていきます。これで野菜の準備は終わりました。沸騰したお湯に塩を一つかみ入れます。油を軽く入れます。ブロッコリーから茹でていきます。お湯の中に塩を入れることで下味と彩りを良くする効果があります。油を入れることで野菜の表面がコーティングされ、野菜の持つ旨味と水分を閉じ込めます。小松菜は芯の部分から先に茹でます。ある程度煮立ったら葉の部分を入れます。煮立ったらザルに取り湯切りしておきます。茹で時間はだいたい2分です。茹でた野菜を軽く炒めます。塩、胡椒、味の素を少量ずつ入れます。スープを少し入れます。水溶き片栗粉を入れ、野菜とスープを一体にします。鶏油で香りをつけます。この炒める作業が大変でしたら、茹でた後に下味をつけ、ごま油などで和えるだけでもいいです。一旦ザルに取り、余分な水分を切ります。鍋にスープを 200cc 入れます。カニ肉を入れます。ご家庭ではカニカマでもいいです。紹興酒、塩、味の素、胡椒を入れ調味します。卵白を1個分用意しておき、軽く混ぜておきます。水溶き片栗粉を大さじ1ほど入れ、とろみをつけます。卵白をゆっくり流し込みます。鍋を揺すりながら混ぜていきます。
お玉でとろみを持ち上げるようなイメージで卵白と絡めます。鶏油で香りとツヤを出します。先ほど炒めた野菜をサレに盛り、その上からカニあんかけをかけていきます。今回は野菜のカニあんかけの作り方を紹介しました。ポイントは茹でるときに塩と油を入れることです。これをやるだけでも野菜の美味しさは変わってきます。このチャンネルではこれから中華料理を始める方や、趣味で中華鍋を使って料理を作りたい方や、料理をできる様子を見るのが好きな方に向けて作っています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。それでは失礼いたします。